そうで箱根の山は香川県下の県韓国観光このならずこのならず万丈の山の山先進人の谷前に染めしに誘う雲は山を巡り霧は谷を閉ざす昼の天下に旅する旅するのもののフライトを腰に足長け八里の八里を踏み鳴らさず各こそ愛しか王子のものの箱根の山山を巡り日は谷を閉ざす谷を閉ざす昼が暗い杉の花に夜叉の処刑は苔滑らか一貫わらじがけ八里の八里の踏み上がる覚悟こそありけれき金神寺をまっすら箱根の山は天下の天下の剣湯呑みです。ごきげんよう。この度は我々サークル員の総力を挙げたウィンターライブにお越しいただき誠にありがとうございます。いよいよサークルライブの方も大詰めとなってまいりましたが、皆様お楽しみいただけているでしょうか。ありがとうございます。我々のハーモニーに乗せた日本の古き良き景色をご堪能ください。先ほどお届けいたしましたのは雄大な箱根の山でした。さて箱根の山のふもとに少し目をやると、そこには一つの小さな村が、誰かのあるいはあなたのふるさとかもしれません。思えばそれぞれにふるさとの形は違いますが、ふるさとという言葉の響きの中には温かさとそして懐かしさがあります。溢れ出る懐かしさに我が身を委ねてみてください。せーの。うさぎおいしか父母
立原道三は24歳の若さで亡くなりました。彼は病魔に襲われながらある一人の女性にプロポーズをします。病と戦いながらも穏やかで幸せな日々を過ごしました。その時の思いを綴ったのが次にお届けいたします夢見た者はです。しかしこの詩を書いた後、容体が急変し、彼は亡くなってしまいます。夢見たものは一つの幸福、願ったものは一つの愛。彼はどんな思いでこの詩を綴ったのでしょう。歌って
桜は日本を表すシンボル的な花ですが、その姿を様々に変え、我々を楽しませてくれます。壮麗な満開の桜、夏の葉桜に妖艶な夜桜、そして儚く散る姿、それらは我々の目を楽しませ、心を癒してくれるものです。我々湯飲みのお届けする最後の景色となります。さまざまな桜の美しさをどうぞご堪能ください。はっ、ララララ、ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。